2代目 X 役がロックマン X アニバーサリーコレクションをやってみる企画、ロックマン X5 に挑戦。モスキートミルクどうなったんですか。モスキートミルクはですね、解散って明言してないんですけど、あの、まあ、メンバーそれぞれ元気よくやってるんですか。はいはい。方向、音楽性の違いみたいな、まあ、そうですね、元々合ってなかったんですみんなね、俺のワンマンでやってたようなバンドだったんですけど、みんなよくついてきてくれたなっていう。いや、いいですね、歴史感じますね、うん、あ、これ僕が押すんですかね。そうですね、はい、はい、なるほど。ロックマン X こちらは、はい、これ×を押せばいいですか。そうです、×というか、まあ、丸を押していただけると。丸を押せばいい、丸をしていただけると、はい、ちょっと、あれあ、そう、あれ X ですね。あ、そうか、バツボタン押すんじゃない、はい、さあ始まりました。ゼロも見当たらないの、どこ行ったのかしらってことは、ゼロは、ゼロは大きいさんですけどね。一、ね、はい、人で行けっていうことを言いたいでしょ。そういうことですね、はい、バスターショット、これ痛いです。あ、いいですね、これ痛い、これ痛い、体当たりで倒すゲームではないので、違う、ダメだ、ショット、あ、それです、あのホバリングなんかもできたりするので。お、違う、危ねっ、危ねっあ、いいですね、 あ、いいですね。まあ、初め結構連打でいけますから、ね、連打でいける、ひどいありさまねあ、そう、森本さん、普段ゲームとかやられるんですか。あのね、まあ、そのやるっていうほど やらないっす。すいません、言葉選ぼうとした結果、すいません、あまりやらないですね、まあ、ちょっと、ね、てかね、いやいや、やりますよ、得意じゃないんですよ。得意、危ない、しゃがんでください。あ、危ないですね。今どうだった。もう結構瀕死です。瀕死、当時以来ですか、プレイしたの。そうですね、多分当時はね、なんかやっぱこういうのやっぱね、自分気になりますし、あれ、これジャンプして、あの、そのロープに捕まって、あーホバリング、ここです、ここです、問題の九段の場所ですよ。これ何なんだ、これ、これに乗って、そのロープ的なものに捕まってください。ジャンプです、ジャンプです、あー、捕まりましたいやこれ難しいですね。なかなかその操作感、ゲームって、うん、実際のそのコントロール以外のゲーム感ってあるんですよ。ゲーム感、要は実際の世界でジャンプするのと、そのボタンを押してジャンプするキャラクターのそのリアリティって、このゲームの世界のものなので、やっぱり操作感ってあるんですよ。だいたいゲーム好きな人って、このぐらいのジャンプでこれぐらい飛ぶだろうなみたいなのが備わってるんです。ちょっと何言ってくるか分かんないですけど、あのバーをめがけて飛ぶ感じを、そう、この台から、そこがそのゲーム感。よし、ちょっとこう、ちょっと軽く押してみてください。お、これ、これですか。このジャンプ感ですね。あとホバリングもできるので、お、これでいけばいいんじゃないですか。そうなんですよ、まあ、そういうものを駆使しながら、でもいいとこ見たいな。で、あの崩れそうなやつは行かない方がいい。いや、あれに行って飛び乗って、そこから行く、はい、あの赤いバーに行く。行きますよ、いつか、いいですか、行ってくださいそこに乗りの行きだ。いや、これもうこの夏休みの宿題です。なんでだよ、行かないじゃん。自由研究です。違う、いやいや、行ったのに。行ってないよ、全然話できなかった。いやいや他にも、え、俺のえロックマン X5 話はどうすんの。終わりというにしますかって話ですけど、え、終了、まさかのどうしますか、点の声的には。これぐらい違うんだよっていうの多分見られますよ。ホバリングで乗って落ちちゃうでしょ。ほらほらほら、これが見たかった。何それ、見ましたか。見ました見ましたおこの下手くそがみたいなプレイでしたよ、もう。なるほど、厳しい。やっと女神像にたどり着いたわやっとガードウォールを素早く蹴って登る。登って、あ、やばそうですね。これどうするの。ウェーブ、これ上いきます。足を登ってください。え、違う違う違う、どっちじゃん。ああ、ああ、そうか、あ、なるほど、そうやって捕まりジャンプして、はい、はい、次、どっち、どっち、どっち、それそれ、ああ、あのね、何でもないです。何パターンものやられる姿を見られるすごいですね。エイリアンさんね、説明、そういうことね。そういうこと、待って、はい、よし、来い。彼女言ってくれないんですね、基本。どこだ、繰り返せ、繰り返せ、ちょっと繰り返せ、もういいか、もういいか、いいよ、うまい、よしよし、よかったですよ、すごい。何これ、ワーニング、やばいですね、これ敵出ますよ、敵、敵が出る、エマージェンシーです、敵出ますよ。はい、来ました、はっ、あ、なんかいっぱい飛んじゃった、何、大きいじゃね、これ。うん、ウケさん、俺にも分かる、シウマは近くにいる、うん、気をつけろよ、X。 お、ウケさん、これどうすんの。あ、やべ、女神像が、あ、やばいやばい、どうなんですか、これ。あー、どういうこと、あの女神像が実は、あー、シグマん死をもって真のイレギュラーの姿を知らしめしてくる。あー、どういうこと、こいつやって、こいつやつけてください。あー、どうどうどう、知らしめられる前に、でかいいですよ、このデカボスも。ちょ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 、ファーストステージですよ、これも。
口ですね、もう完全に口です。どうやってやつけるの？口にバンバン当ててください。この人は何発、なんで手伝ってくれないの？え、あの、もうボロボロなんです。え、もうそういうとこじゃないんです。ハエをやっつけてくれって言ってます。ほんと？ハエをやっつけてくれでも、まあ、ね、関西弁が出ちゃう。これでいいの？ハエをやっつけてくれ頼むわ。口の中ですか、これも。さようでございますなぜ突っ込んでくるんですか？え、あ、これ当時の話とか今振っていいんですか？当時の話どうぞ。いいですか、はい、何かあの収録の際に、うん、思い出とかあったりしますか？あ、触っちゃう触っちゃう。え、こうした方がいいよ、もうちょっとこのエクスのこの苦味をもうちょっとお芝居で表現してください。あ結構しゃがみで避けられるのかな。しゃがみ、うん、しゃがんでください、しゃがんで、ほらほらほら、しゃがみ避けられる。顎顎、あ、これ違う、やられてんのか、俺。ものすごい顎に顎ですね、さっきから顎にやられてます難しいゲームを作ったもんだね一応取れ高的には OK だそうです。そうですか、ね、ロックマン X アニバーサリートーク。いやいや、でもね、若かったですか、僕はまだ25、26でね、なんかでもすごい、で、まあもちろんね、こう対策ですよ、ロックマンって。そうですよ。そう、それにね、こう参加させていただくっていうのはものすごいやっぱり嬉しかったし、はい、誰もが知ってるゲームでしたから。ちなみに情報なんですけども、この当時2000年、はい、あの、X5、X6 ではダイナモ役、うん、そうそう、ダイナモ役っていうのもやってた。これなんか敵役というか、そうそうそう、ですよね、あの、だからどういうお考えだったんでしょうねそういうカプコンさんはね。大体どうなんですか、あの、同じ X 君ですよね、健太郎がやってたのも、我々3人とも。そうですね、そうですね。こさん、なんで変わるのいや、でもだからこそこういう番組ができて、うん、その歴史を振り返ることもできているので、まあ、良かったね、良かったです、良かったね、良かったですけど楽しかったね、みたいな。別にあのダイナモさんはなんか実は何かね、こうつながりがあってとか、はい、だから僕がこうやってたんだとかっていう、はい、ちゃんちゃんでもないんですよ。いや、でもすごいじゃないですか、同じ作品で2つのキャラやったりするんですよ、うん、そんなできません、25、6の。いや、でもそう、青年に森久保さんで、ぜひ森久保さんで、ダイナモ森久保さんで、そこのね、もう一役ぐらい振られたかもしれない。そうですね、でもなんかちょこちょこなんか他にもあった気がする、なんか別のやってた気がする、なんか、うん、確か、まあちょっと前です、1998ですもん。あ、前か、ヒートマン、クイックマン、ヒートマン、クイックマンって結構初期のゲームで出た敵役ですね。ヒートマン、クイックマン、ドクター・ワイリーの時代の。それがあっての、あ、ちょっとあいつを X にしてみようかなっていうことか。そこがもしかしたらあの伏線だったかもしれない、ね、もしかしたら、はあ、ヒートマン、クイックマンがあっての、その森久保祥太郎、ロックマンヒストリー、うん、としてはこのヒートマン、クイックマンあたりからもしかしたら、スカラタンは98年ですもんね、うん、偉い人が X を彼にやらせるねえ、ダイナモもやらせる、ダイナモもやらせる、そこだよ、そこ、ポそこダイナモ、ダイナモそこだよね、ありましたけど、まあでも本当一番なんか、まあもちろんその X でやらせてもらったのもそうだけど、はい、なんか自分のバンドがね、こうやって初めて、ね、デビューが、このビッグタイトルのオープニングエンディングっていうのは僕の中でそう、すごいね、そうですね、もうあれはありがたかったですね。そのバンドはもうありませんけどそうですね、あの 休眠して休眠して、はい、あのこのタイトルをプレイしていただければ、そう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 、5をプレイしていただければ曲も聴ける、モスキートミルクという、はい、